思わずマジで?と言いたくなる人体の不思議19。人体は神秘の宝庫とはいえ十分よく知っているとも思いますよね。結局自分自身の体だし長年付き合っているわけですから。でも人の体の不思議に直面する瞬間がしばしばあるはず。嘘がバレるきっかけ、トマトと人の複雑さの違い、記憶と歯の関係など、いろいろなマジで?をお届けします。その前にお知らせ。ブライトサイドのチャンネル登録と通知の許可をお願いします。新着動画をお見逃しなく。1。アメリカ・ニューヨーク州ビンガントン大学の心理学者は、ピリオド、つまり丸で終わる文章に対して不信感を抱くことを発見しました。126人の学生にこのような文章を見せたんです。これ日本語に訳してみると次のようになります。デイブがコンサートの余ったチケットをくれたんだ、一緒に行く?いいよ。この文章には3通りのいいよが付け加えられていました。一つはエクスクラメーションマークで終わるもの、一つはピリオドで終わるもの、そして一つは句読点を打たないもの。ほとんどの学生はピリオドで終わった OK に対して最も不信感を抱き、エクスクラメーションマークで終わった OK に対して最も熱意を感じました。ですから今度職場に遅刻する旨を送信するときは律儀に丸は打たない方がいいかもしれませんね。 2. 家の室温はカップルの関係に悪影響を及ぼすことがある。多くの男性は涼しい環境を好み、女性は暖かい環境を好みます。 55% のカップルがこの室温でよく揉めるのだとか。2014年に行われた研究で理想の室温が22度であるという結論が出されたことで、この言い争いに終止符が打たれるかも。 3. 男性の脳は女性の脳よりも早く老化する。ペンシルベニア大学の研究者による発見。男性は年を取るにつれ物忘れや集中力の低下をより多く経験するんです。一方女性は記憶の問題は起こさないものの塞ぎ込みやすくなるんだとか。4. 歯の本数は記憶力に影響を与える。2013年にヨーロピアンジャーナル・オブ・オーラル・サイエンスに掲載された研究では、人が持つ歯が少なければ少ないほど情報の記憶が困難になるということを明らかにしました。研究では55歳以上の300人を調査。研究対象者は皆22本以下の歯しか持っていませんでした。ちなみに健康な若者の歯の本数は32本。この結果に対する説明は次のようなものです。歯が抜け落ちると神経が損傷を受けます。その結果脳の記憶を司る領域の機能が低下するんです。5. 女性の方が睡眠障害に陥りやすい。ライプツィヒ大学の研究者が9000人に対して睡眠の質に関するインタビューを行いました。その結果インタビューに応じたおよそ半数の女性 42% が入眠時になかなか寝つけないということを明らかにしたのです。さらに社会経済的なステータスもまた睡眠の量と質に影響を与えるんだとか。例えば無職であることはストレスにつながり、これが睡眠障害の原因になるのです。6. 人が嘘をつくときは鼻でバレる。グラナダ大学の心理学者の発見。人が嘘をつくとき鼻周りと目頭の温度が上昇するんです。これはピノキオ効果と名付けられました。 7. 小さな子供は親に1日400回の質問をする。ということはお父さんとお母さんが寝てる時以外は1分56秒おきに良い答えを用意してあげなくてはいけないということになりますね。参考までに小学校教師は1時間あたり19回の質問をし、医師や看護師は11の質問をします。ママ What? 8. 2017年の研究で慢性的な痛みは記憶力の低下と痴呆を引き起こすということが発見された。1万を超える人を対象に行われた調査により、慢性的な痛みは気分を低下させ、鬱を誘発させるだけでなく、記
憶関連の健康状態にも悪影響を与えることが分かりました。慢性的な痛みを抱える人は記憶関連の問題を抱える確率が 10% 高く、その他の人に比べて 7% 地方になりやすいことが明らかになっています。 9. 未来の出来事に対する反応は想像通りにいかないことが、実際にこれが起きたら自分はこう反応するだろうなと思うことありますよね。でも実際に起こってみると全然違う反応をしてしまったり、ほとんどの場合嬉しいと感じるか悲しいと感じるかという予想そのものが外れることになります。身構えた出来事というよりは長らく待っていた出来事であるかのような結果になったりします。というのも多くの人はその出来事の結果に対して一つの変化しか想像することができない一方で、現実の出来事はもっとずっと複雑であるからです。10. 日本人しか腸に持っていないバクテリアが存在する。このバクテリアはお寿司の消化を助ける力を持っており、生の海藻などを長らく食べ続けてきた日本人が手に入れた独特なもの。このバクテリアは海藻の表面に存在しており、それが体内に入り繁殖したんです。今ではこのバクテロイデスプレビウスが生の食品の消化を助け、食べ物から起こる様々な感染や病気を防いでくれるというわけ。11. 人の筋肉の中で最も速いのは瞬きに使う筋肉。この筋肉は100分の1秒以内に動くことができます。結果、1日に人が瞬きする回数は1万1500回ということに。ちなみに英語で筋肉を意味するマッスルはラテン語のマスクルス、小さなネズミを意味します。この単語が思いついたローマ人は、筋肉の反応がまるで皮膚の下で小さなネズミが動いているようだと考えたんです。12. 錠剤の色は大事。色彩は薬の効果を印象付ける働きを持つようで、このことが脳にプラシーボ効果を与えるんです。例えば活性剤はオレンジ色や赤色のものにし、鎮静剤は青にするなど、黄色い薬はうつに有用で、製薬会社の名前などが刻印された薬に対して人は強い効果を期待するようになるようです。13. 人の体毛の本数とチンパンジーの体毛の本数はだいたい同じ。信じられないようで本当なんです。人の体毛の本数とチンパンジーの体毛の本数はほぼ一緒。唯一の違いは、人の場合不要な体毛は産毛状でほとんど目に見えないこと。14. 人一人の体内のバクテリアの数は人類の総人口よりも多い。人の体には30兆の細胞が存在します。多いなと思った人はよく聞いて、体内のバクテリアの数はこのさらに10倍なんです。多くは善玉菌なので体に害はありません。体に恩恵をもたらしてくれるものだっているんですよ。15. 人の皮膚の垢の量は結構すごい。人は1時間の間に60万の皮膚片を失います。これは1年でおよそ 700g、 70歳になる頃には 47.5kg の量になっている計算になります。16. 人の体の構成元素はいろいろ。体内の炭素すべてを合わせると鉛筆900本作るのに必要な量になります。鉄分はおよそ10センチの釘と同じ量、脂肪は石鹸7個分、おもちゃの大砲を打てるくらいのカリウムに38リットルのタンクをいっぱいにできる水、そして2000本以上のマッチを作れるだけのリン、これらすべてが体内に存在しているんです。17. 指はかなり敏感。人の指は13ナノメートルの大きさのものを感じ取ることができます。これはつまり指が地球サイズだったとすると、車と家の高さの違いを感じ分けられるということ。18. 小指はとても強い。小指を失うと手の力の 50% が失われます。人差し指と中指が親指と連携して物を掴む一方、小指は薬指と連携して握力を作り出すんです。
19。人の遺伝子はその他の種よりも少ない。人の遺伝子の数はミミズの遺伝子よりも少ないんです。そしてトマトは人よりもずっと多くの遺伝子を持っています。人間の方がずっと複雑そうなのに、どうしてそうなるのか。科学者の出した結論によれば、ゲノムが含む遺伝子情報の数そのものと、その生き物の複雑さには関係がないんです。皆さんが一番驚いたのはどの項目だったでしょうか。他の秘密も知ってます？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。エキサイティングなライフをお過ごしください。